私が最初にポイコを見た時はとてもワクワクしました。自分もクリエイターとしてどういう風にこの動きが開発されたのかなとか、どういう風に自分だったら喋らせるかなとか考えましたね。コミュニケーションロボットには生き物らしい振る舞いがとても大切だと思っていて、ポイコを見た時に、まあ、これはすごい可愛くて生き物らしい動きをするなって思ったのはこう目の動きですね。しりとりしましょう。あなたには負けませんよ。私から行きます。サル、はい、ルビー。新しい生き物でも人間でもない存在っていうのがいることによって気持ちの拠り所になる未来になるんじゃないかなと想像してます。また私と遊んでくださいね。